フライパンに油を引き、キャベツは3センチ幅、ピーマンは乱切りにして、塩と水を振って中火で炒めていきます。少量の水を振ると、蒸気の熱でまんべんなく火が通ります。野菜が少ししんなりしてきたら、端に寄せて豚バラを炒めます。フライパンを少し動かし、豚バラに火が当たりやすくします。豚バラに火が通ったら、豆板醤を入れて香りが出るまで弱火で炒めます。香りが出てきたら、甜麺醤、ニンニクチューブ、生姜チューブを加えて混ぜ合わせます。甜麺醤が豚バラに絡んだら、野菜と混ぜます。野菜と豚バラが混ざったら、酒、醤油、砂糖を入れて、さっと炒めて火を止めます。最後にごま油を回しかけて混ぜ合わせ、スープジャーに移したら完成です。ピリ辛と旨味でご飯が進む一品、ぜひお試しください。